来た女性が張り付いて上から上からですね下覗いてる覗いてる店内を覗いてるっていうのがあって <laughs> どうも島田修平です始まりました島田修平のお階段巡り皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますさあチャンネルメンバーシップの方もやっておりますぜひ皆さんお願いいたします そしてチャンネル登録グッドボタンあとねコメントの方もねいつもありがとうございますこれからもよろしくお願いいたしますさあ今回ですねまた嬉しい方来てくださいました大人気チャンネルごま団子の怪奇なチャンネルよりごま団子さんでお願いいたしますよろしくお願いいたします <laughs> お願いいたしますもう皆さんご存知だとね思うんですけどもまあ朗読とかもされてて、はい、でごま団子さんが割とこうお声だけっていうパターンが多いので。えー お顔がこうやって見えるっていうのは割と珍しいですよね。あんまりないかもしれないですね。かなりちょっとこうプレミアムな、うん、嬉しい感じになってますけども、<laughs> えー、もいいんですか今日お顔出しちゃって。あもう全然大丈夫です。<laughs> <laughs> もうね、宣伝の必要もないと思うんですけども、うん、ごま団子の回帰なチャンネル、うん、ちょっとどんなチャンネルかちょっと教えていただいてもいいですか。そうですね。あの、僕は普段あの階段を朗読する活動をしておりまして、でたまに自分でライブを開いたりとか、 ええー、まあ、そういった活動をしてますね。はい。で、これすごいのがね、あのお兄様が、ブレーンというか。はい、うで、ね、で編集なんかもやられてて。<laughs> そうですね。はい、まあ、優秀なお兄様が、まあ、裏側にいて、はい、で弟さんとごま団子さんが。こうやって、こう語り手になってるっていう。はい、そうですね。はい、兄弟で協力し合ってって、最高のチームですね。そうですね。あんまり聞かないですもんね。ねこれ、親御さんからしたら、嬉しいんじゃないですか。 あ喜んでますもうお兄ちゃんと弟が一緒になって頑張ってやってみんなに喜んでもらってるなんて言ったら親からしたら最高だなと思いますけど。ね、なんかかすすごいい笑顔でいつも電話とかしてきますね <laughs> <laughs> 僕も布団の中に入って聞かせていただくと、はい、もうね音だけですからすごいねなんかいいですよね心地よくって。嫌、はい、かもしれませんけど、はい、すごく気持ちよく眠れるっていう。<laughs> なんかあのコメントとかで、はい、もう本当によく眠れるから、なんか特殊な音波みたいな声から出てんじゃないかみたいな。<laughs> なんかよく言われます、ね。いや、最高な、これギフトですね。<laughs> いや、本当にありがとうございます。ごま団子の怪奇なチャンネル、はい、じゃあね、概要欄貼っておきます。ぜひぜひね、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっとね、皆さん絶対聞きたいだろうってことなんで、聞くんですけど。はい。なんでごま団子なんですか?。<laughs> <laughs> この話は僕がとあるお店で働いていた時のお話なんですけどもそのお店っていうのがチェーン店のレストランのお店で,でそれがあの広島にあってですねで広島のその繁華街のど真ん中にあるお店だったんですよ。でまあ本当にそのありがたいことに繁華街にあるんでお客様がもうめちゃくちゃ来てくださってお店に。 もうめちゃくちゃ繁盛してたんですけども、はい、その分やっぱりすごい大変だったんですよ。そうですよねもうあれやってこれやってあれやってみたいな感じですごい大変で僕もバイトの子たちももうニッチはもうすぐわわってなりながら働いてたんですけどもでもそれよりも大変なことがあって、うん、そのお店っていうのがめちゃくちゃ怪奇現象が起きるお店だったんですでえね もうう有名というか、はい、働いてる皆さんはもう皆さんはも知ってるというか、はい、皆さんもめちゃくちゃ体験されてて、えー、僕も何個かあるんですけども、はい、例えばなんですけどどんな怪奇現象が起きたかっていうと、まあ、そのお店3階建てになってて、はい、まあビルなんですけど、うん、全部その同じお店が入ってるんですえ。ファミリーレスンって はい、詳ですよね。そう,そうです。そうです。1回も2回も3回も同じファミリーレストランがあるって感じなんですか？そうなんですよ。もともと2階と3階だけ、その会社がそこを買い取ってそこをお店にしてたんですけど、1階はもともと違う。個人居酒屋のお店でそこが立ち退いてからはその同じ会社が買い取って全部同じ階に。 不思議な感じですけども。ちょっと不思議なんですけども。で、一回、二回、三回は同じファミレスだけども別別の店舗っていう感じなんですか。あ、いえ、えっと全部同じ店舗です。じゃあお客さんが入ったら、はい、じゃ二階へどうぞ、三階へどうぞっていう,う感じで。ええ、なかなかないですよね。なかなか多分ないと思うんです、ね。それぐらいもう人気な繁盛店だったんですね。めちゃくちゃ人気だったんですよ。はいはいはい。で、まあ例えばどんなことが起きてたか、怪奇現象がどういうことが起きてたかっていうと。ええ 1>, その1階と2階にキッチンがあるんですけど、うん、1>, その1階でこれは僕が体験した話なんですけど1階でこうキッチンでうわーってその日も野菜をすごい切らないといけない <laughs> のであの準備の時にお昼ぐらいだったんですけどうわーって切っててでその日これぐらい出るかなっていう分の,その野菜を切り終えて、はい、ちょっと一息ついてたんですよ。うん、そしたら そのキッチンの裏にその壁があってちょっとそこがくり抜かれた壁なんですけどでそ,それからさらにこっち側に廊下がずっと続いてるんですけどもその廊下の方からずーざっずーざずーざっっていう足音が引きずってるような感じですかですよねなんか引きずってるような足音みたいなのが聞こえてきてはい。 これ何だろうなって思ってたんですけどもそれがまあ足音がこう廊下の先進んでいってでその向こう側の壁に行ったらまたこうきを返して戻ってくるんですよへえー、それを何,何回もやってる足音が聞こえてきて、ええ、なんかこれ気持ち悪いなと思ってでも後ろ振り向けなかったんですよなぜですかっていうのもまあキッチンがあって えー、くり抜かれた壁があってでこっちに廊下があるんですけどもその壁のところから完全イメージなんですけどあのおばあちゃん和服を着たおばあちゃんがこうやって見てるような気がしたんですよね見てないわけですよね見てないんですよ見てないのに後ろにおばあちゃんが、はい、うってこう中を覗き込んでるようなイメージがしたことですこれ不思議ですよね不思議なんですけど、はい 絶対こうやって振り向いたらこうやって見てるから、だからもう振り向きたくないなと思って振り向いたらイコール見見てしまうことになるからそうなんですよ見たくないってことです、ね、見たくないと思って動けなくなっちゃって、えー、でも足音はずっと続いてるんです、うん、でも視線はずっととどまったままで、はい、ずっとこうやって見てて足音してるんでこれなん怖いなって思ってたんですけどもそれから三四分後ぐらいにその足音が真ん中あたりでピタって止まって、はい でその視線もファッてなんかこう消えてなくなったというかなんか分かんないけど誰もいいなななくっなったたていう気がしたんですね、はい、1>, 1階に自分しかいなかったんですけどそれで恐ろ恐ろ後ろ振り返ったらもう誰もいなかったっていうあったりとか、えー、なんかそれってね、まあ、視線を感じたっていう1人と足音の1人って、はいえー、少なくとも2人はいたんですかねいたのかなっていう、ね んなのかわかんないんですけど、ね、そういうことがあったりとかあとあのおそらくそのサラリーマンであろう男性の方の下半身がいきなりその営業中のお店に現れてぴょっこ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 ってえファミレスですよね営業中の営業中なんですよお店に入ってきたんですか下半身だけが下半身だけが歩いて入ってきてえそれとごま団子さん が見た僕は見てないんです。あ誰が見たんですかえっと、それ2階で発生したんですけど、お店の。2>, <お>2階にいたそのバイトの子たちと、あとお客様も何人か見られて、えー。ええ、そんなことあります。そんで、びっくりしたんですよ、僕も。はい。その営業後にそれを聞いて。今日さ、2階にさ、急に下半身だけのさ、はい、サラリーマン風の足が現れてさ、みんなでびっくりしたんだよ、なんていう。そうなんですよ。だから。 怖っってなってな <laughs> 何人も,も,、ね、<laughs> も見てらっしゃったらしいんですけどでもなんかまあ僕その時にまあこのお店よくそういうことあるもんなと思ったって <laughs> 麻痺しちゃってたんだ麻痺しちゃってたんですよ、はい、とにかく怪奇現象が多いお店だったので呼び出し番号に関係ない番号の,その席のところの中かあれは <laughs> <laughs> ピンポ,ンっ,、ね、ピン,ポンっていって、はい、ああお客様だと思って行ったら誰もいなかったとかもありましたしあとその3階が天窓になってるんですけど、えー、そこの天窓にあのウエディングドレスを着た女性が張り付いて上から上からですね下覗いてる覗いてる店内を覗いてるっていうのがあって、はい、それもバイトの子が見たっていう <laughs> なんかあの一つ一つの話がちょっとこう、はい、桁違いというか。<laughs> なんか本当にいろいろ起こるお店だったんですよ、ね。えー、え。いわゆるそこって事故物件とか、はい、なんかそういうの噂ってあったりした場所なんですか。いや、特には。ないんですけど。なん<ぁ>なんだろうっていう。いや、うん、あの。まあね、あの、最初場所が広島というね、場所があったので。はいええ、まあ、あの、ご覧の皆さんも。やはりね。 まあ戦争の被害がとてもねたくさんあった場所だからっていうことで、はいはい、少しそこがよぎった方もいらっしゃったと思うんですけどウェディングドレス姿とか、ね、サラリーマン風のってなると、ええ、またそういった方たちでもないそうですね多、うん、多分現,現代風な多分 そうなるとねさっきからあの大繁盛してたとかって言ってますけど、はいはい、それ全員本当に人間だったのって思っちゃいません <laughs> 来てたお客様は毎回満員っぽく見えてるけど、はい、本当は半分ぐらいしか入ってなかったんじゃないのっていう <laughs> それはそれで怖いです,怖いっすよね怖いですねえで <laughs> 僕がそのお店で働いてた時に聞いた話の中で、はい 一番怖かったたた話があるんんですすよ待せせしましたすみまま途中なんかちょいちょい話入ってしまってすいませんでした <laughs> あ,いいすごいありがとうございますこれがあってっていうのも、うんまあ、ある日その開店が夜からだったので昼間にその、まあ、準備をするんですねえ開店がよ夜から夜からなんです夕方からのお店だったのでファミレスなのに、はい、夕方からなんですねそのお店っていうのはそうですねファミレスっていうかまあ詳しく言うとお鍋屋さんああ あじゃあちょっと夕飯とかお酒とかも飲みながらっていうようなちょっとこう居酒屋ではないけどってご飯屋さんって感じですねそうなんですよはははでまあ夜から営業なので、まあ、昼間その仕込みをやらなきゃいけないんですけども一人だけだと3階建てのビルなのでちょっときついと <laughs> そりゃそうですよね僕店長一人だけだとちょっときついってなってじゃあ,あのバイトリーダーの A さんっていう子をお呼びしていつも一緒にやっていただいてたんです、はい、じゃあ今日、A、さんの1階の え仕込みやっといてって言って「じゃあ俺2階と3階やっとくわ」っていう話になってで僕が2階のキッチン入ってまたその日もトン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 って野菜切ってたんですけども <laughs> したら1階の方からダ,ダダダダダダって階段を駆け上がる音が聞こえてきたんですよ。はい、でなんだと思ってパッて見たら A さんが立ってたんです、はい、1>, 1階でバーー 1>、はい。バイトリーダーダの、A、さんが立ってて 顔面がもうめちゃくちゃ蒼白で汗かいてるんですでもその時冬場だったから汗とかあんまり別にかかないようなはずなのにもうびっしゃり汗かいててこれまたなんかこのお店だからまた何かあったなって思ったんですで「店長私あの」って言ってきたんです、はい、なんかあったって言ったら「ありました」って言って。 じゃあちとりあえず落ち着こうかって言って落ち着かせてえ「どういうことがあったの?」って聞いたら「いや実は私あの今1階のそのキッチンで、まあ、同じように野菜を切ってたと」と、うん、そしたらその、まあ、ここにキッチンがあってこっちに玄関があるんですけどもその玄関の方から「うわ!」って男の子が駆け寄ってきたっていうんです男の子っていうのは子供ですか 子供のうわーって駆け寄ってきてでその A さんの腰にガってこう掴みかかってきたで A さんが包丁ピタッて止まっちゃってうん、うん、えっって思ってこう見たらここに腰に手が巻いてあってでここから男の子の顔がこうやってなってちょっと下を向いてる状態なんですけどもこういう感じで腰に絡みついてるってはいはい,、はい。 顔が見えないんですよ、うん、でその A さんが「えどうしたの?」って聞いたら「あのあのね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 ,あのね,あ,のねあのね」ってどんどん顔を上げてきたんですほほで「えー?」ってなってた時にその玄関の方からまた「ダメ!」っていう声が聞こえてきたそれが、まあ、中年男性の声だったっていうんですけども。うん そっちの方を振り向いたらホロシャツにジーンズを履いた男の人が立ってて、ええ、玄関のところに男の子に向かってっって言って言るんですそしたらその男の子がピタッて顔を上げるのをやめて手をこう腰から外してうわーってまた玄関の方をかけて、はい、でいなくなっちゃったっ、ええ、その中年男性の方がその動きを男の子の動きをこうやって。 店行くのを確認してからその A さんの方を確認してぺこって頭下げてその男性も出てっちゃったんですよ、うん、で「え何だろう今の」って A さんになって、うん、でその玄関の方を急いで確認しに行ったんですよそしたらもともと営業前なので、うん、玄関鍵閉まってるんですよ。うんだから 誰も入れるはずがないんです急いでそのトイレとかガチャって開けて確認しても誰もいないんでうん、うん、もう一気にその瞬間にう,うわーってゾワゾワっていうのが来て2階にいた僕に知らせに来たっていう <laughs> <ー>もちろん鍵も閉まってたわけですもんね鍵閉まってたんですよでもそうなるとじゃあえもしかして ただ子供がガッとこう掴んでくる感覚も残ってるわけですよね。残ってるんじゃないですかね、多分。うん、ただ何か訳ありな感じ。そうなんです、ね、子供は一体何から逃げてたのかとか、もし幽霊だとしてもね。幽霊だとしても何がなんだかわからないっていう。そして <laughs>、はい、お父さんなんでしょうかわかりませんが男性がダメって言ったらそれに従ってまたわって、えー。そうなんです。っていうね何かそのね。はい。 いいろ考えちゃいますすよねねそうです、ねうん、どういうことどういう意味があってそれをやったのかっていうのも、まあ、結局全部謎なんですけどちょっとそこの場所やっぱ置きすぎじゃないですか置きすぎなんですよでこうなってくると、はい、店長さんはもちろん全部知ってるわけですよねそうですね僕が入ってからのお話は全部聞きましたでバイトの方が入りますって時に「やっぱお話あるんですか、はい、ちょっとねここ実はね」とかっていう説明とか。 そうですねもうなんかもう日常茶飯時に起きちゃっててバイトの子たちがもう麻痺してて「今日黒い人影いっぱい見ました」みたいな普通に話しかけてくるんでえそこれそういうお店なのって思って僕もちょっとびっくりしたというかなんかそれチェーン店ですチェーン店です、はい、ちょっとあの他の店舗に比べて時給上げてほしいですよね <laughs> そうですね <laughs> なんとか手当てほしいぐらいですよいやそうですねええ じゃあ例えば社員の方とかも、はい、そこに配属ってなったらうわっあそこかっていうふうに本社の方でも話してるかもしれないですよねそうなんですけど僕が今回このお話をさせていただくにあたって一応調べてみたんですそのお店どうなってるのかあ今現在広島のお店はい、はい、潰れてました、ね、え、はい、だってそんな判事をしてたのにそうなんですよまあ でもやっぱりもしかするとこの数年のコロナ禍の影響でああそういうのもあるかもしれないですねかもしれないですけどでもそのお店のチェーン店自体は、まあ、もちろん,ちろんあるわけですた、はい、だその店舗自体が店舗自体がなくなっててで新しいビルになっててテナント募集中になってました入ってないんですか まああのやっぱり幽霊もね人間だっていうね話があってでやっぱりそのテレビ局とかよくその幽霊のね話多いじゃないですか。でそういう時にいや逆に幽霊が来るぐらいいじゃないとダメなんだよ幽霊だってもともとね生きてた人間なんだからやっぱりこう魅力的な場所人が集まる場所に幽霊も集まってくるんだからやっぱりだから幽霊が来るってことは人気の曲の証なんだっていうふうにおっしゃるディレクターさんがいたんですけど。ははいい まあ人気のレストランだからそこにもっていう感じがあったんですかね。ですかね。ただ出てくる、はい、なんかこのお化けたちに一貫性がないっていうかそうなんですよだからそれこそもしかするとそこが巨大な霊堂っていうかもう霊バイパスみたいなすごい通り道みたいなあ,、はいはいはい、あるかもしれないです、ね、そこが通ってたんでそこにもいろんな人が引き寄せられて、うん、でやっぱりいろんな 不思議なこと、不思議な幽霊が、ええ、安くなってたとかって感じなんですかね。えー、ああ、そうですね。霊道とかは、そうですね。考えたことはなかったですけど。ただ、あれですか。その、うん、まあ、いろんな不思議な体験とか、怖い思いとか、見ちゃったってあるんですけど。うんうん、それで、何か、実害があったとかは。実害は特にはないなです。ああ、よかった。じゃ、あやっぱり何か、はい。 悪さをしようとかってわけじゃなくてそうでも、ね、そこにやっぱこう出てきちゃってそれが見えてしまうっていうだけなのかもしれないです,ねですかね多分あやっぱ冷蔵なのかもしれないですね、うん、ですね。うん、いやちょっとびっくりしました <laughs> ありがとうございますすごいところでバイトしてましたね <laughs> そうそうそうですねあとあのーねはい、そのバイト先でめちゃめちゃ野菜切ってたんですね、えー、そうですね <laughs> <laughs> あもうめちゃくちゃそうですね切ってましたそっか鍋だからね野菜切りますね全部こうふに落ちましたありがとうございますありがとうございましたごま団子さんいつもは朗読なのに語りでねちょっと顔を出してね、はい、披露していただきました本当ありがとうございますいえいありがとうございますぜひ皆さんごま団子の皆既なチャンネルですう、はい、もう一度ねどんなチャンネルかかお話よろしいです階段朗読をしたり、えー、世界の怖いニュースを紹介したりしています、えー、よければぜひ えー、登録よろししくお願いいたしますもう大人気ですけどもねあと今ショート動画の方がまたね、えー、素晴らしくて大人気になってますんでね皆さん是非あの概要欄貼っておきますので「はい、ごま団子の快気なチャンネル」 おま団子さんと兄団子さんがやられていて、えー、ご両親がとても喜んでおられます。<laughs> そういうね、えー、内容は怖いですけども、とてもあったかい、本当いい皆さん、優しい皆さんでねやられてます。今日実はお兄さんね、あの、はい、見学というかね、いらっしゃってます。弟のことをね見に来てくれてますけども、はいはい、めちゃめちゃ仲いいですもんね。めちゃくちゃ仲いいです。<laughs> 半端ないです、ね。いや素晴らしいですね。<laughs> もうそういう方たちがやってるチャンネルなんでも間違いないと思います。はい、ぜひ皆さん概要欄貼っておきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします というわけでゲスト、ごま団子のかいなチャンネルより、ごま団子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、にだんごさん、もありがとうございました。ありがとうございます。<laughs> ちょっとね、皆さん絶対聞きたいだろうってことなんで、聞くんですけど。はい。なんでごま団子なんですか。そうですね。はい、まあ、これが、えー。最初まあ、その会談の活動をするときに、えー、なんか和風の名前がいいのかなと思って。えー、ほうほうほう。で。 何か語呂いいのないかなって探してた「団子って頭の中に浮かんできたんですあ,あ団子和風ですもんねはいでそれで何か5文字ぐらいがいいなと思って <うん S 1> あ,あそしたらなんかごま団子いいなと思って、うん、ほうみたらし団子とかよりもごま団子の方が何かこう響きとしていいんじゃないか、はい、<て>そうですね、うん、であ,あいいなと思ってそれから半年ぐらい経って、うん「ごま団子って中華じゃねえ」と思って。<laughs> <laughs> いやこの話大好きなんですよ。<laughs> 和風にしたいから団子で、はい、でゴロがいいからごま団子にしたら結果ごま団子って、ね、あれ中華なんですよあんなーと思って 和風にしたいって考えてたのにね。そうなんですよ。結果中華の料理になっちゃってたんですよ、ねあ。あれと思って。<laughs> そっからもういいやと思って。<laughs> そのままずっごま団子の怪奇なチャンネル。はい、まあだからごま団子っていうのがね、ちょっとこう、響きもそうだし、なんかごまアザラシとかね、はい、なんか浮かんでくるのもって、<ー>こう可愛らしい。可愛らしいですよね。ね感じで、ちょっと階段とはね、はい、あんまりこうイメージ合わないんですよね。そうなんですよ。でも人気チャンネルで。<laughs> 素晴,素晴らしいですよね。えー、今やね、ごま団子さんと兄団子さんで、はい、ね、はい、この二つのね、えーえー、団子二兄弟が、えー、はい、一、はい、つの口に刺さって、力を合わせて、えー、皆さんに美味しい、ちょっとうまく言う自信ないんですけど、ここでギブアップでいいですか <laughs> ギブアップで。はい、<laughs> もう全然もうそこまで言ってくださったらもう大満足です <laughs>。いやいやいや、本当にいい人なんですよ。本当にあの今日はありがとうございます。いやいや、こちらこそです。はい